えー、こんにちは、のコブです本日のライブ放送あと20分ほどしたら始まりますけども今日はね思い込みのことについてちょっとお話していいいこうかと思思まます、まあ、思い込みってのは大体ね自分の思考の足を引っ張るわけなんですよでもこの思い込みの効果を使って自分を有利に引っ張っていくスキルがあることも事実なんですよねじゃあちょっとライブ放送の前に思い込みってのは一体どういうことなのかってことを前提をお話しして一つ例を紹介していきたいと思います 思い込みっていうのは自分の経験と見識の範囲で自分の未経験のこととか見識外のことを決め込んでしまうもしくは先入観を持ってしまうことなんですよね、まあ、非常にこれは一言で言うと愚かなことだと思った方がいいのかなと思います、まあ、というのがね過去の経験はこれからの決断には全く関係がないんですよねただそう思い込んでいるもしくは思いたいだけというこれは人の選択の問題なんですよちょっと例を出してみましょうか まずはギャンブルから。超反爆地ってありますよね。ルーレットで言うと、黒と赤、どっちにかけるってものなんですけども、じゃあここでね、赤が10回連続で出たとしたら、次はどっちが来ると思いますか、ね、赤が10回連続で出たから、さすがに次は黒だろうっていうふうに考える人。ね、もう一つ、赤が10回連続で出たから、この流れなら次も赤だろうと思う人。どっちも思い込みなんですよ。回答は、 次は赤か黒か常にわからないんですよねわからないじゃないですかまだ結果が出てないわけですからでもギャンブルってのはこの思い込みを巧みに利用して次は勝てるはずだという思い込みに確率と価格を滑り込ませているところにそのトリックがあるわけですよね超反駁値っていうのはコミッションって言ってねだいたい5%ぐらいの手数料をお店に払うことになるんですよだから 1>, 1回こっきりでやれば結果ははっきりと損とか得かが出るんですけども長くやればやるほど必ず客は損するようになってるんですよしかも莫大な損するようになってるんですよねはいそして次の例ですけども、えー、失敗と経験の原因ってことについてちょっとお話ししてみようかと思います例えばね、多くの方が感じると思いますけども何かね失敗とか行き違いがあった時に必ず思うのは自分はこういう家庭に生まれたから育ったからって言い出すんですよ ね、これがね30になっても40になってもいや昔こういう家に育ったからって言うんですよこれはねまあでもねうんここにはね納得できるとできないところがあってまあ一つはこういう家庭に生まれちゃったから今回のこういう失敗も仕方がないだろうそして今後もこういう失敗をするだろうというふうな含みを持たしているところ、まあ、これはね次も同じことをすることをもう許容してしまってるんですよでも実際に本当に どんな育ちをしたかどんな家庭に生まれたかっていうのはそんなにに社会に出ても引きずるもものなんでしょうかもちろん引きずることもあると思いますけども引きずらないこともあります。両方の例があるわけですよで一つは過去の経験と失敗のその現在の失敗にはね因果関係がないっていうふうに考えていくと10回失敗したから今回成功したっていうふうな例もあるわけですよね。今まで本当に失敗してきた で難しい家庭に育っちゃったからだから自分が独りでして自分が家庭を作る時はそれを反面教師にして素晴らしい理想的な家庭を作りましたよっていうふうなね例もあるわけですよね。必ずしも育った環境のコピーをするようでしたら人類は死に絶えててるわけでですすよよ格差は生まれてないんですよ、ね、恵まれない人が恵まれない子孫を生んで消滅していく恵まれた人は恵まれた子孫を作ってどんどん繁栄していくっていうと格差はなくなっちゃうわけなんですよね。 だから結局ね裕福な家に生まれても没落することもありますし貧しい家庭に生まれても隆起することもあると要するに繁栄することもあるわけですよ、うん、つまり育てられた環境に従順に従う人もいればね反駁して反面教師として全く逆の選択をする例もあるわけなんですよ実際に稲森和夫さんの例を取りますとね貧乏だから金持ちになったって言ってますよね <laughs> それから東芝の社長あ 体が弱いから成功したって言ってて言ますよね <laughs> そして極めつけなんですけどもこれちょっと名前忘れたんですけどもねバカだから東大に入ったっていう人がいるんですよこれなかなか面白くって自分はバカだバカだから誰にも勝てないだからせめて東大に入って逆転したいと思ったんで東大入ったらしいんですよ自分のバカを受け入れてバカから逃げなかった結果バカを全部払拭するための道を歩き始めたってことなんですよね だから今回たまたまこうだよとかね自分はあの人に優れてるはずだっていうふうに自己肯定感を高めると上り詰めることができないわけなんですよだからちょっとの劣等感をうまいこと使い直して自分の体の中で育てていくつまりは全部が自分の選択であるっていうことなんですよね思い込みから脱出するためにはこの自分の選択にきちんと目を向けるってことが大事なんではないでしょうかそれでは間もなくライブ放送始まります